ハロー、こんにちは、ニーハオ、皆様、マステークのアットキでございます。本日、このテンションのまま動画4本目でございます。わーお、やばい。はい、というわけでですね、私のパソコンもそろそろ、録画でこれ以上容量ねえわと、さっき通知が来たので、ちょっとパパッと行きたいんですけれども、今回もリミットデッキです。で、ただリミットデッキなんだけれども、趣旨がちょっと、1回目に出した動画とは、違くて、ちょっともう本当にどの順番で動画出すかなんて分かんないんだけど、多分これ2番目に出す動画なんですけれども、軸はですね、リミットは主軸なんだけれども、US の方を GTK にして、まあ、もちろん GTK 入れたら GTA も入るわけであって、この2体を投入した、プロテクターでガチガチで守られてる JP のデッキを、紹介していきたいなと思います。こちらの方早速使っていきましょう。レディーゴー。上ルリエットで早めにプロテクターを張ろう。さーて、どうしよう。そうなんですか。それは知らなんだ。ルリエット7番の、意外とね、この配置にしとくとね、相手の処理がちょっとめんどくさいことになるのかなと思うんだけど、攻め、あ、でもルシファーいんのか。ルシファーいること考えたら何もめんどくさくならんな。普通にこうしよう。うん。多分、雑魚処理に回って、攻めが一歩遅れると思いたい。都合の良すぎる解釈してんやけど。多分、ルシファーだから、相手の US。3100だから。ルシファーが入ってると思われるので、とりあえずこれで、一回プロテクター入れて、OK。これだったらルシファー多分ちょっと攻めづらいでしょう。さあ、どう来る？アーサー。オッケー。とりあえず、このターンでは死なない。このターンでは、なんだ、スパークジャンキーが死なないので、600は入ります。でかい。はい！こいつは熱いぜ。で、このままだとルリエットが処理できないので、多分、お、パンドラか、US 枠。どうしよう、パンドラか。どうしようかな。一回雑魚処理に力入れて、ナスティメールがただ発動できる気がしないんだよな、一切。とりあえず一回攻めには回りたいので、多分守ったところで、モンスト相手雑魚処理が非常に優秀なんで、多分守れる箇所、ないよな、次パンドラがワンチャン来ることも考えてみたら。こうしたらちょっと厄介ぐらいか、相手が。待って、これ何になった？OK。ああ、まあいいでしょう、どっちも。ちょっと、こうなるってことあるよね。モンスじゃない、ファイトリリーやってたら。まあしょうがない。で、4になります。補正がどうなりますか？どうなりますかじゃない。だから4になるつ。OK、ユグ？あ、でも多分やられちゃうかな、これはさすがに。で、はい、食らって300ダメージ。誰でやられるんだこれは。誰だこの場合。おお、よかった。一切攻めてこない。助かる、助かる。助かりまくりんぐ。ギュギュギュ。じゃあ、こうなった場合、私がしたいことは、何にしよう。したいこと自体多いんだよね。うん。間違いなく、相手ナスティネイルワンパンできないので、ワンパンはされないと思うので、こうやって処理っていうかダメージを与えていきましょう。一個奥でもよかったんかな、どうなんだろう。ちょっとこっちだとユグがね、200多く削れるか削れないかの違いがあるんだよね。まあ いや、とりあえず、数字ルリエット出して、リミットを2つ OK なんです。早めます。早めて、さらにターンが過ぎて、1個減って OK。次のターンをやられることは多分ないので、誰が出る？アーサーか、オッケー。ちょっと痛いけれども、初手アーサーはちょっと痛いね。ワンチャンルリエットも残ってほしいな、正直。もう一発、痛いです。オッケー、きらめくネイル。HP 差こっち圧倒的に有利だよ、助かることに。さて、400、400、400でお願いします。400、400。ああ、まあ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 、オッケー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 。うん、悩んでんね。16バリアを貼られました。待って、これって、あ、500、あ、残らんか。うん、残らんか。
残ってほしかったな、ルリエット。なぜか、ナスティネイルが残るという謎い現象になったけども。まあ、いいでしょう、そこは。どうしよう。とりあえず、ダメージ行こう。このターン攻めれないわ、見てみたら。バチバチですよ。で、とりあえず重力バリアを維持してさせてあげるわけには一切いきませんので、ヴィランソダーズを出しましょう。はい、はい。なんかこうなるんだったら結局ガーデンにでもよかったかもしんねえ。まあ、いっか。で、リミットが2つ早まりますと。OK。で、次のターン600が飛んでいきます。相手の顔面に。いいね。順調。順調。ふっ。OK。ヴィランソダーツが死なない、これで。これで確定した、ヴィランソダーツが死なないことが。いい航空でよかったと思うんだけどな。どうせもう間に合わねえんだから、あれ。はい、600。で、多分このまま行くと、俺 FB 圏内に入っちゃうので、できれば、OK。ジャンキー死ぬな。OK。ジャンキーが死ぬから、私の今この場での理想としては、あれです。ナスティーネイルを出して、プロテクターで守りの倒す。待ってね。待って、今思ったら攻撃力がちょっとあれなんだわ。出ないね。OK、こっちで。今日はこの色？ちょっと自分にプロテクターあんまり貼れてないのがちょっとあれですけど、まあいいでしょう。まあ400貼れるか。そっか、ルーリエット出るから400貼れるわ。何言ってんの俺。で、FB を打つ前に、はい、先一回リミットが減って、プロテクターハリーの、バースト。相手さんの手札、OK、シャッフルされてないね、まだ。OK、じゃあ攻めよう、どんどん攻めよう。で、ルリエットを出しの、ルリエットで300ダメージ与え、さらに、リミット効果も発動可能。もうほぼ一旦で発動してんね、最近のリミットは。素晴らしいよ。はい。で、攻撃力アップ。OK。次のターン、手札によってはもう敵ワンパンだわ。こっちもワンパン圏内にあんのかもしんないけど。いや、でもないわ、ないわ、ないわ。もうシャッフルしちゃってんだもん。無理、無理、無理、無理。あ、なるほどね。これで阻害されることを考えてなかったわ。ただ、その配置だった場合、ルリエットおそらくしょられないので、多分、スパークジャンキーで死ぬね、相手さん。おう、硬い。うん、多分、しょられないでしょ。オッケーオッケー。攻撃力落ちちゃうしね、ロビンフットホンに。お前、重力バリアじゃねえんかーい。モンストの話だけー。はい、攻撃力アップ。遅い。そいつ、今更攻撃力アップなんぞしたところで、遅いんだな。はい、とりあえずジャンキー出して、ほらほら。でも、こっちの場の揃え方がもうあれだよね。リミットをもう、速攻で終わらせる気しかないよね。おい、バチバチ。はい。全処理。で、さらに、GTA も出せますと。すげえね。モンスト相手に JP が攻めの姿勢ですよ。ヤバタニアンじゃない。ほら。はい、JP キック。はい、対戦やった方ありがとうございました。いいですね。はい、ということで、1日ピリオドがね、始まってから経ちまして、ちょっとこれ後日の、もう一回後撮りした動画の解説になります。で、シーナ戦、シーナ18番街デッキなんですけれども、まあ、この試合は、あれですね、1日経った後でなんでもう一回撮り直そうかなと思ったかっていうと、デッキがちょっと変わっちゃったんですよ、デッキが。うん。で、右下の方のレシピ見てもらえば分かるんですけど、ベルガールを抜きました。で、ベルガールを抜いた枠に、何を入れたんだっけか、コスティハニーを入れました、新しく。で、理由として、2つ。まず最初に、ベルガールがデッキに必要なかったっていうのがあって、ベルガールの効果がバニールキャラのバフとプロテクターなんですけれども、そもそも、あの子の、そもそも JP デッキって守るのが主軸だから、バフをもらったところでそんなに恩恵がない。手札に、ナスイネルみたいに手札にバフをつけるんだったらともかく、
あの自分の場にいるやつにバフをつけたところって多分基本的に引きこもってるので、まあ、プロテクターたった200つけられたところで守れる量なんてたかが知れてるし、あとあの攻撃力バフしても基本守ってるから意味がないっていう理由で、抜きましたっていうのが一つで、もう一つがバイスと戦ったんですよね。一回あの動画外でちょっとあの試合すげー撮りたかったんだけど、動画外でジェネラルバイスと一回戦いでぶつかっちゃいまして、その時にジェネラルバイスに引きこもられてこっちの処理が全然 うまくいかず、負けました。でやっぱりこれコスティハニー入れねえとダメだこのデッキって思って、コスティハニーを、入れる枠が欲しかったから、まあ、ベルガール抜いてコスティハニーを入れたっていう感じになります。その結果が、まあ、このデッキですね。はい、18番が戦ってるととりあえず妖刀が出てくるんですけども、これはもうしょうがねえ、もう目をつぶってお前は生きられるのはこのターンだけだと割に、念仏でもね解いてやりましょう。で、ここでハネトが出てきますと、まあ攻撃力ねバフられるんですけれど、幸い、ルリエットが残る立ち位置になってくれたのが、非常に大きいところ。まあ、ただコシティじゃない、コシティじゃない、ナシティが使えなかったのがねちょっと辛いんですけれど、まあとりあえず、守り寄りの配置で行きたいところなんですが、ここでちょっとね、大変なことになりまして、ルリエットをどこに置いてもハネトが処理できないという事態が発生してしまって、まあもうだったらハネトを無視でいっかっていう、戦法で戦いました。で、ここでシザーウーマンガーデニーをね、出しておけばルリエットがね2体いるため、あれだ、リミット5がまさかの1手番で終わるという奇跡の、スピードをね見せつけてくれるので、プロテクターもさらにそれで800自分にかかって、まあちょっと跳ねとは痛いんですが、その点に関してはもう守ってどうにかしますと。でその後で、さらにナスティが1人出てやったぜってなるんですけれども、まあこうなってくれたらねワンチャン相手ナスティの方に集中してくれるかなっていうのが、1個の大きい点だったので、とりあえず相手の出方を見ますと。ぶっちゃけね相手倒すのに失敗しても後手の方、後手の方っていうか、次の自分の手札の方にもナスティがいるので、ルリエットの効果自体はね、発動しやすいのかなって思います。まあ、多分どの道一体どっちかのナスティは効果発動することがもう決まっちゃってるようなもんなので、突破多分されないからガーデンに多分行ったんじゃ。で、幸いこれはもう2体分のナスティが、ナスティじゃない、もうメイルよりこんがらがってるルルイエットが残るのかな、残りましたね。2体目が、2体目の、ルルイエット、マリリンが来てねリーダー本人がバフるんですけれども、まあ倒されませんといいですね。状況としてはこっちのナスティはやられたんですけど、まああれはもともとおまけで出てきたようなもんなんで、ぶっちゃけやられてももうしょうがない。で、ナスティネイルを出しの、まあ6番だがな、うん、1回8でも出そうかなと思ったんだけど、後々のこと考えたらやっぱ、6番に出しので、ここはティックでもいいのかなと思ったんだけど、正直ルリエットの効果がナスティに全部集中してほしいので、ここでティックを出すのは、諦めました。なので、GTA を出しておきます。ここで、ね、ティック出しちゃうとワンチャンリミット2減る効果がティックの方に吸われちゃうかもしれないので、ここで対象1体に絞っておくっていうのが、非常にキーになってます。でまさかの、プロテクターがね、限界値まで駆け負けられると、で攻撃力アップが図る。さて、こっちとしてはもう布陣が出来上がったようなもんですね。こうなった以上うちらの敵はもう強い、語彙力はい。で妖刀出てきました。正直この場面誰がやられても全然おかしくないんだけれども、はい。で、一番奥の方のルリエットが処られましたね。まあ多分一番あれが処理が難しいから、とりあえずあっちの方をどうにかしたかったんでしょう。で、ハネトが出てきて GTA が処られます。まあ、それでもルリエット1体残ってるんで、ぶっちゃけあんまり困ったことにはなってません。はい。でこっちの攻撃力はすでに、全体的にはもう100アップしてて、なおかつ、プロテクターもねもうぶっちゃけ貼られきってるので、ここでもう、もう1体ルリエット出す必要性っていうのは特になく、もうヴィランソダーツを出して、雑魚処理、向かわせました。で本来ルリエットあそこだとねリーダーに繋がんないんですけれど、雑魚処理が、間違いない、相手が雑魚処理じゃなくて妖刀で変身するっていう方の手を選んでくれたので、逆にある意味繋がってくれて、ティックを出してこれで雑魚処理をしますと。で、ルリエットとね、ヴィランソダーツが両方いるので、
この600ダメージもこのターンで発動される。FB が使われる前にティックの効果を1回ぶち込めたのは運が良かったです。で、一見試合がめちゃくちゃもう進んでるように見えるんですが、いや、実際進んでるんですけれども、HP がお互い FB ラインにもならないうちに、もうオーバーバーストまで残りターン。というかもう0ターン。さあ、ここで、しかもね、相手にとってはオーバーバーストっていうのは一切効果を受けないので、正直、こっちとしては若干辛いところがありますね。このままオーバーバーストの中で戦われると、まあ、こっちコスティがいるからこういう時の対応もできるんだけど、ちょっと今ここで手札に来ちゃってるので、ああこのワンチャン次のシャッフル来ないかもってちょっとなっちゃってます。まあ、来るかもしれないけどね、シャッフルシステムだから。マリリンと司くんが出てきて雑魚処理を行ってくると。でこれであれですね、 JP のあのスピードを、あのリミットのスピードを上げてくれるキャラはおそらく全滅かな。おー、ゲランソガース残ってた。そこそこ、残ってたのか。で、こちら。まさかのね、プロテクターが全く消えていないという状況が発生したので、じゃあもうこうなった以上、アカデミーでしょうって思って、アカデミーで殴ります。司くんが処理できないんだけれども、まあ、ぶっちゃけ多分、あのデッキで司くん一人処理を失敗したところで、多分急に野獣とか飛んでくることはないと思うので、ぶっちゃけ雑魚処理はもう、無視でいいのかなって思いました。で、ヴィランソダーツがまだ生きてるので、ナスティーネイルにしようかなって思って、ナスティーネイルをとりあえず出しました。GTA でもいいと思うんだけど、正直 GTA 今出してもね、プロテクターともぶっちゃけいっぱいいっぱいだから、いてもいなくてもそんな変わらんっていうのが理由で、ナスティーを選びました。700。すげえな、アカデミーから700飛んだで。で、ヴィランソダーツの効果で、ターン短縮と。で正直ヴィランソダーツの HP が100しかないので、こういう時はもう残さなくてもいいのかもしれない、ぶっちゃけた話。うん、残してもそんなに意味はないです、ぶっちゃけ。あの、うん、残してもっていうか、あのナスティーネイルはぶっちゃけ1だって、あそこ結局100しかないから、誰かにちょっと殴られたらやられて風穴が開いて結局、7番にキャラ置かれて殴られちゃうので、ナスティーネイルが、うん、結局あんまり効果をなさないですね、ナスティーネイルを置いたところで。まあ、ただ、逆にこっちとしてはね、7押して、ある意味都合良かったのが、相手のアーツがそんなに優秀ではなかったってこと。で優秀なんだけど、たまたま右上っていうか俺の方のリーダーに、繋がらないアーツをしてましたね。助かりました。で相手の残り HP ももう、つかの間、もうこうなった以上、もうここまで来たらどうせなんだっけ、あの子なんだっけ名前、あの US 忘れちゃった。とりあえず、US はもう無視、こっちにね攻撃ドアがいても届かないので、もう攻め攻めでいきましょう。でオーバーバーストダメージとかも入るんですけどね、とりあえずこのターンは、GTA のプロテクターも入って、なかったことになるので、ダメージは2600かな700かなから、スタートして、まあ、多分どうあがいても一旦で2700を削るのは、オーバーバーストダメージが500ダメージ食らうような状況下でもありえないので、まあどんどん攻めていきましょう。で相手さんはとりあえず妖刀とかで対抗してきますが、まあぶっちゃけ遅いよね、正直な話。ここまで来たら場を固めようが固めなかろうが、もうこっちはもう倒す準備出来上がってますんで、この後多分もう言わなくても、基本的な組み合わせも全員やれる組み合わせだよね、基本的に。うん、とりあえず、ラビナスとヴィランソダーツで、ダメージ与えて、この戦は終わり。対戦した方ありがとうございましたって感じで、勝てました。長期戦でもね、てかなんなら長期戦でこのデッキに勝てるデッキは何なんだろうって本当に分かんないです、正直。18番街にとっては悪夢のようなデッキでしょうね。うん、はい、それじゃあデッキ解説の方していきたいなと思います。まあ、動画冒頭でも説明した通り、リミットプラス GTK、GTA というタイプのデッキになっております。リミットのキャラについてはですね、他の動画で説明していますので、概要欄の方でそちらの方もご確認ください。よろしくお願いいたします。ちょっとここではね、省略省かせ説明を省略させていただきます。で他のキャラなんですけど、とりあえず、リーダー GTK、味方メンバー2体にプロテクター800プラスという非常に強力な FB を持っております。でこちらの方をね、かけていきたい相手のリスト、相手ってかメンバーのリストなんだけれども、まず効果がまだ発動されてないナスティーネイル、プロテクター800かけてあげるだけでね、生存率がグッと上がるので、かけてあげて、バフをしてあげたらいいんじゃないかなと思います。
で、もう一体シザウマンじゃねえよ、ヴィランソダーツ、まあ、盤に残ってれば残ってる限り、手番終了で自分の味方メンバーのリミットをどんどん減らしてくれるので、そういう面でも非常に、使えるキャラクターです。で次、GTA、まあ、味方ターン終了に味方に GTK がいると味方リーダーにプロテクター400プラスをしてくれるキャラなので、まあ、GTA をね守っておけば GTK にもプロテクターがどんどん追加されて、まあ、あのメンバーもリーダーもどんどん硬くなるっていうシナジーが生まれる、非常に強力な組み合わせです。で最後今回新しく出てきたスージールリエット、味方ターン終了で、味方メンバーの、リミットを2つ減らしてプロテクターを400かけてくれるキャラ、まあヴィランソダーツと理由は同じくリミットを減らしてくれるキャラクターなので、延命させておくと非常にこっちにとって都合のいい動き方が、可能となります。で、他はまあそうだな、 GTA の効果はさっき説明した通りだし、あと、リミットじゃないキャラクターとして入れてるのが、まあ、アカデミーとヴィランスナビナスなんですけれど も、味方リーダーにプロテクターがついてるときに効果が発動する2体になってます。でアカデミーだと攻撃力が300アップで、ラビナスだと敵2体に300ダメージっていう非常にシンプルな効果なんですけれども、このデッキ、まあ、普通に GTA とシズジーリリエットがいるだけでプロテクターはめちゃくちゃ自分のリーダーにかけやすいんですよ。だって条件がないから、他のキャラと違って特殊な、まあ、条件はあるんだけど、このデッキだと非常に達成しやすいので、プロテクターもかけやすいし、かける量が多いんだよね、どっちかっていうと。うん、かける量が多いので基本的に、プロテクターが、相手のターン終わった後でも残りやすいケースが非常に多くて、アカデミーと、ラビナスの相性がいいなと思って入れました。でコスティハニー、まあ、これは動画の方で説明しましたね。理由としてはやっぱりバイスなどの相手が出てきた時用に、相手の効果をクリーンしてこっちにとって、辛い状況を防いだりするために、必要なキャラクターになってます。はい、というわけで、こんな感じになっております。動画の方楽しんでいただけましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。次の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。